いや、それ怖すぎますよ。いや、呪物より怖いよな。どうもオカルトコレクター田中俊之です。どうも元仮想場職員抜けた花尾です。そして、全国の特別さんこんばんは。深夜の放送部のタックです。よろしくお願いします。お願いします。お、今の紹介今生で聞いてちょっと良かったです。わかる。そうそう、これこれと思いましたね。ありがとうございます。嬉しいです、ね。いや、タックさんって抜群に声良くない？ええー、よ。あ、本当ですか。いや、今の生で聞かれたら良かった。いや、嬉しい。それ、声褒められるのすごく嬉しい。めちゃくちゃ良かった。ちょっと出たよな、なんかノーマン。出た出た出た。って。プッて。そこまで。プツって言ったの。嘘だから。プツって言って。スッてなさす。なんか出ましたね。ドーパミン的なやつ。ドーパミン的なやつが。まあ、ちょっと不思議大百科の方にね、はい、今日タックさん出ていただきまして、はい、で、タックさんの方にも不思議大百科で出てますので、はい、皆さんぜひチェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい、まあ、やっぱタックさんといえばよ、はい、事件よ。そう。でも、もう出てますもん。だってなんかこれ。物騒な名前。なんて読むんですかこれ。これ、老坊陣縁村って言うんです、これ。老坊陣縁村。事件の話を。おちょっとしてくれるらしいですよ。そうですね、生で。だ今回はですね、ちょっと僕、海外の事件も結構好きでして、はい、英語を見て喋れる友達というか、一緒に働いてる方がいて、はい、やっぱ海外の調べていくと、やっぱ日本の未解決事件、凶悪事件よりもって言うとあれですけど、うん、結構えげつのない事件多いじゃないですか、海外。まあ、世界に目を向けるとね、はい。その中でもだいぶちょっと変わってたな、この事件とか、うん、あとは未解決事件であったり、はいはい、で僕が選ぶやつ3つを今回ちょっと持ってこさせていただきました。おー、ありがとうございます。これはワクワク。これちょっと全然知らなかったな。これ聞いたことないですか？聞いたことない、はい。まあ、この事件っていうのもこの老坊陣縁村で起きた、まあ、殺人事件ではあるんですけど、ちょっと都市伝説チックなものでもあるんですよ。実際に起きてたのか起きてないのかも若干怪しいような事件ではあるんですけど、うん、その内容がかなり不気味なんですよ。これがですね、全情報が非公開にされてるっていう事件なんですね、これ。はい、全情報非公開、はい、っていうのがですね、ちょっとこの経緯まとめてきました、うん、はい。これしかも起きたのが結構最近で2006年に起きたって言われてる事件なんですよ。2000年代。ただ、まあ、これ中国で起きた事件なんですけど、はい、この事件を知る人っていうのがあんまりいなかったんですよね、はい、この老坊陣縁村で事件が起きたっていうのが、うん、ただこれ事件がなんでこの世間が知ることになったかっていうと、うん、SNS にですねとある書き込みがあったんですよ、うん、河北省の老坊陣縁村で起こった殺人事件についてっていう投稿があったんですよ、これ。SNS に、はいはい、ここでもちょっと不気味なんですけど、はい、日本でも結構だいぶ前ですけどふわっとこの時話題になったんですよ、うん、ネットで。ちょうど2006年からこうネット無法地帯全盛期っていうのもあって、この事件なんだよみたいな感じで話題になったやつなんですよね、うん、この書き込み内容ちょっと読みますね、はい、その原文です、はい。妻の浮気を知った夫が逆上し妻を殺害、その後夫は遺体から皮を剥がし解体すると心臓や体の一部を鍋にして食べた。さらに残った肉を動物の肉と偽り、近所の住民に配ったり飼い餌として与えるなど異常な行動を繰り返した。はい、まあ、ちょっと暴露するような内容で、はいはい、この事件が発覚した理由というのが、まあ、奥さんがいないと近所の人が全然姿を見ないなということで警察に通報して事件が発覚したと、この方曰くそういうんですね、うん、でこれ今ネットで調べても出てくるんですけど、うん、これもじゃあ本当のものなんか分かんないですよ、うん、ただちょっと調べるとかなり閲覧注意なんで皆さん気をつけてほしいんですけど、うん、現場で警察が撮影した証拠の写真、うん、はい、現場を保存するための写真がどうやら出回ったんですよ、中国で。はい、これもう何枚も投稿されてるんです、その写真が。まあ、皮が剥がれた姿であったりとか、そういった写真がもうモザイクなしでがっつり、この時もこの写真と一緒にこの内容が投稿されてるんですよ。ただじゃあ実際過去にこんだけ大きな事件があったら報道されてるはずなんですよ、うん、で調べてみるんですけど一件もヒットしないんですよ、はい、うん、ただあまりにも中国国内で話題になりすぎてたんで、うん、複数のメディアがですねこの事件について、まあ、取材というか、うん、この老坊陣縁村について、うん、ここでこういう事件ありませんでしたかというふうに取材したんですけど、うん、まあ、それでもなかなか出てこなかったと、うん、ただ、まあ、殺人事件が起きてるんで裁判記録はあるんじゃないかと、うん、はい、で裁判記録を追うとですね、実際にこの村で2006年にこの事件起きてたんですよ、うん、はい、あ、じゃあもう間違いないですね、はい、うんうん、ごめんなさい、これ言い忘れたんですけど、うん、まあ、この事件は2006年に起きてて、うん、で、この暴露みたいな SNS の投稿があったのが2016年なんですよ。10年後。10年前。
10年前の事件についてっていう投稿なんですよね。10年前ちょうど2006年に実際にこのローボジエ村で殺人事件が起きてたんですよ、うん、で裁判も行われてたんですよ、うん、ただその裁判記録見ようとしたところ、うん、こうなってました。全内容非公開。え、はい、あ、怖、なんか怖なってきたな、はい、裁判記録が一切出せませんっていう状態だったんですよ。はいはいはい。ただこの具体的にどんな事件だったのか、うん、どういう判決が出たのかっていうのを知る人がいなくて、うん、はい、ただですね、このメディアがですね、公安当局にですね問い合わせまして、はい、この事件の内容について教えてくださいと、はい、言いましたところ、うん、10年ほど前同地域で実際にこの事件は起きてますと、うん、ただこの殺人事件は起きてるんですけど、うん、内容については一切話せませんというふうに、はい、審議については詳しく話せないという回答があったとされてるんですよ。ただここだから考えられる理由がいくつかありまして、うんうん、まあ、それがちょっと上からですね、これあまりにも残酷だったため帰省したんじゃないか説、うんうん、加害者が権力者であった可能性ですよね。あ、これは十分にあると思います、ね、これ2番はやっぱり、はい、一番最初に考えますよね、はい、ただこの事件がかなり話題になった後ですね、うん、この投稿最初にやった人というのは消してるんですよ、投稿、うん、ただこの投稿自体が嘘の可能性もある、うん、ただまあ場所が中国なんですよ、まあ、かなり情報を統制するというか厳しい情報に厳しい国なので、まもしかしたら消したというのは消されたという可能性も十分にあるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、この事件がですね、半ばこれここだけしか情報がないんで若干都市伝説チックじゃないですか。ただ過去にですね、やっぱ中国っていろんな事件起きてるんですよ、うんうん、これが日本だったらまあありえないじゃないですか、うんうん、で情報も民主化されてますし、うん、まあそんなに言うと中国が違うみたいな言い方になりますけど、うん、そういうわけじゃないですけど、うんうん、過去に起きた事件なんですけど、うん、これ聞いたことある人多いんじゃないですか、ね、これは、はい、なんか知ってるな、映画にもなってますよね、はい、だから人肉饅頭ですよね。あ、そうです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 、うん、これありましたよね、うん、大好きな映画でした。これ、うん、それが元になってるんですね、うん、八千飯店一家殺害事件、はいはいはい、うん、これはですね、一人の男がこの経営者および家族9名と従業員1名を殺害した事件、うん、これは実際起こったんですよ、うん、ただこの後噂でこの容疑者がこの摘発されて報道された時に、うん、この容疑者がこの殺害した人たちの肉を使ってシューマイを作ってたんじゃないかっていう噂が広まったんですよね、うんうん、ダンボール肉まんとか必要ないですよ ね、 すね、うん、ありましたけど、もしかしたらそれが冷凍のやつだったとか、なんかそういう噂まで広がって結構社会問題にもなったぐらいの、うん、はい、これはこういう詐欺で映画にもなってます ね、 いいですね、はい、で他にもですね、これもちょっと中国史上一番最悪の事件と言われてる犯人、2003年に起きた事件なんですよ。これも結構最近なんですけど、これもまた河北省なんですよ、はい、娯楽施設で警察がまあ巡回をしてたんですよね、うんうん、だからなんか怪しいのなんだあいつって挙動不審なとこがいるんですよ、うんうん、まあ、ちょっと田中さんみたいな感じで言ったと思います。絶対に職質受けるもんな。だから空港のゲート渡る時に絶対に止められるもんな、絶対止められるんですよ、うん、まあちょっとあんま痛みを言うのはあれかもしれないですけど、ちょっと痛みがあるというか、そうなんですよ、テロを起こすんだよ、なんですかイメージがあるじゃないですか、こうで中東とかのその見た目にちょっと、そうですね、あるかもしれないです。見てる人らもルッキズムやめてくださいよ。確かにそれはルッキズムで、ルッキズムよくないよくないですね。で職質したんですよ、うん、そしたらただなんか何されてるんですかって言ったんですけど、うん、この男、うん、実はですね4つの州にて殺人容疑で指名手配されていた男だったんですよ。で DNA 検査してみたところ、うん、67件の殺人、23件のレイプ事件に関与してるってことが判明しました。最悪やそいつ、はい、シリアルキラー、あ、そうです、まあ、完璧にそうやな。で捕まってない男だったんですよ、はあ、たまたま職質したらこの男にヒットした。へえー、はい、だからこういう結構猟奇的なぶっ飛んだ事件が起きてるので、まあ、もしかするとこのローボジエ村の殺人事件も都市伝説じゃなくて実際起きてて、内容が公開されてないですけど、えげつのない内容なんじゃないかっていう事件です。うわ、これはなんかこう都市伝説と事件とリアルが融合したような事件で、うん、なんか僕の中では印象強いなっていう。そう、じゃあもしかしたら、まあ、可能性としてこの事件その内容は全然違うという可能性もあるっちゃあると思いますね。ただ殺人事件が起きて、で調べてみたところですね、日本の裁判では不起訴になった時に内容を公開することができなくなるんですよ、うん、あ、はい、そうなんですね、よく不起訴処分となった、うん、不起訴処分になった理由としては明らかにしていませんっていう報道結構多かったりするんで、うんうんうん、まあ、もしかしたら不起訴になってる、うんうん、っていう可能性もあるのかな。ことは起こってるけど犯人は違うとか、はい、犯人は違ったとか、まだ未解決ですとか、まあ、それだったらでもそう言いますけど、ね、言うような気がするけどね。そうですよね、裁判の内容は非公開、誰も知らないっていうのも怖いですよね、一切情報が出てなかった。村の人も言わへんってことなのかな、言うなよってこと、
だから権力者だった可能性っていうのも十分にあるから、ちょっとやっぱそれ考えちゃうんですよね、うん、なんか引っかかりますよね。へー、これちょっと気持ち悪いなと思いますね。はははは、はい、次がですね、ええ、これもまた中国なんですけど、はい、僕夜にタヌキに猫って書いて、うん、まあ、多分中国では、うん、ヤエハオって読むんですけど、はい、あの中国ではヒョウを表すんですよ。あ、はい、ヒョウ事件と呼ばれてるものがあるんですけど、はい、これが1987年、仙泉省というところの山間部の村で、うん、一晩で村人全員がいなくなったっていう事件があったんですよ、うん、神隠し、はい、まあ、これは世界最大の集団失踪事件だなんて言われてるんですけど、うん、人が村人が住んでたとこに、まあ、家畜で生活してたっていうのもあって、うん、犬猫、ね、牛とかたくさんいたんですけど、うん、その動物も全部いなくなってたっていうんですよ。動物も動物も、はあ、全部たった一晩です。え、で、まあ、この事件いろんな説がありまして、うん、それがまず一つ宇宙人説ですね。もうそうやな、もう一つ目で宇宙人出てくるわ、それは。出るわな。でもまあ争った跡がないですよ、はい、なんか抵抗した跡とか、はい、でもまあ宇宙人来たら抵抗します？どうですかね、宇宙人がウィーンって来て。古いタイプ。でも87年やから。あ、そっか。87年の宇宙人やから。宇宙人も若干進化前です。あの、我々は。あ、そうですね。はい、差し出せっていう。うん、一瞬にしてこの光が出て連れ去られたんじゃないか。はいはいはい、あとこれも丸をしてるんですけど、うん、まあ、とある政党の人たちの仕業じゃないかと。うん、これなんでこう言われてるかって、まあ、その場所を軍事の施設にしたかったとかで、まあ、追い出したんじゃないかと。一日で追い出したんじゃないか。ただこれ実際にあの回答ももらってまして、とか公安は否定してます。これいろんなことやったら軍はですね、はい、まあ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 、それはね、実際やってないです。それはしましたとは言わないですよね、はい、そうやな。ただ見つめただ移動しただけっていうです、ね、これもな、その可能性もマジであるぞ。でもなんで移動するの？まあなんかあったんですかね。でもしじゃあ2番と3番のコンビとか、あーもう出ててよ、出てくださいって言われて、うん、ただ移動しただけですかね、はい、って言って、だからその家畜とかも一緒に行ったっていう。立ちの木に応じますかね、急に一晩で。いやそれも考えづらいですよね。まあ、考えづらいですよね。そういうこと聞く人ですよね。そうやな、なんでやとか言いそうなもんやけど、うん、で結構記事によってあの何人だったっていうのがかなりバラバラなんですよ、はい、でなんで氷事件って呼ばれてるのかっていうと、うん、その時それを指揮した軍隊が氷っていうその軍隊の名前だったんじゃないかみたいな、でこの事件名が付けられてるんです。ああ、じゃあ事件名になる上には結構メジャーな説なんですね。あ、そうです、そうです、そうです。軍隊なんじゃないか、みたいな。村人の人数も数百人というところもいれば、いや、千人以上はいたというところもあるし、うん、その村自体の情報もあんまり出てないので、うん、まあ、これもちょっと都市伝説チックではあるんですよ。うん、はい、ただ、集団失踪事件って結構世界で起きてるんですよ。うん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 、あ、そうなんですね。はい、集団でいなくなる。でこの日本でも結構あの神隠し事件ってあるじゃないですか、はい、神社でお腹いなくなってとか、うん、で何日か後に出てくるとか、うん、まあ、そういったあの個々の失踪事件日本はあるんですけど、うん、世界ではもう集団でいなくなるってこと結構ありまして、うん、まあ、かなり昔になるんですけど、これイヌイット集団失踪事件ではあって、これどんな事件や。イヌイットってあの人らですよね。イヌイット、あ、そうです、そうです、そうです、うん、カナダとかの漁師の方々ですね、はい、イヌイット村の、はい、これが1930年かなり昔です、はい、カナダの漁師の方がですね、うん、アンジクニ湖っていう場所があるんですけど、うんうん、その場所の近くのイヌイット村を訪れて、うん、するとですね、まあ、ここともともと関わりがあったんですけど、うんうん、その時村に行きましたところ、1000人以上いた村の人たちが全員いなくなってたんですよ。1000人、1000人以上です、うん、もうイヌイットは全員いなくなっていたと、はあ、でもうそこの状況なんですけど、手につけられてない食べ物、うん、なんなら食べてる途中でいなくなったんじゃないみたいな、よくあるじゃないですか。あ、まあ、ああいう状況。さらに同じようにですね、飼われていた家畜ペットもいない、うんうん、プラス船が残ってるんですよ。ということは船使ってない、はい、使ってない。さらに、まあ、イヌイットの方々って、まあ、銃を使うんですよ、猟銃を、はいはい、で猟銃を肌に離さず持つんですよ、はい、でも銃まで全部置いてあったって言うんですよ、はい、おかしい。ライフルまであるっていうことで、ただこの時は警察隊が調査に訪れたというんですよね、はい、記録では、うん、するとある一つのことが分かってて、うん、それが墓のご遺体まで全部掘り起こされてたんですよ、うん、土葬されてた遺体が、イヌイットの人たちは、はい、え、亡くなってて、で最後に残ってた食事の痕跡から、はい、それがどこまで腐ってるかって調べたら、うん、大体2ヶ月前ぐらいなんですよ、はい、ただ2ヶ月前に全員一斉にいなくなってるんじゃないかと言われてるんですけど、まだこの人たちまだ見つかってないっていう。もう1000人だったり300人だったり、ちょっと失踪の数はバラバラなんですけど、まあでも100人単位、まあ、相当な数ですよね、はい、うん、どういなくなったのかが分かってないっていう。はあ、でただこれって、まあ、全部どっちもかなり昔の話じゃないですか、うんうんうん、だからまあまあその記録が曲がって曲がったり、こういう話になったんじゃないかと、うん、はい、ただ最近
今まだ日本ではそんなに話題になってたんですけど、うん、世界ではもうこれやっぱとんでもないよねっていう事件起きてるんですよ、集団失踪事件で、それが次こちらですね、メキシコ学生集団失踪事件。これ日本でふわっと話題になったんですけど、聞いたことないですか？いや、ちょっと覚えてない、分からんな。メキシコの、バスに乗った学生43人がいなくなったというやつなんですよ。うん、あ、なんかな、なんかちょろっと前になんかニュースで報道された、うん、確かそうや、あのこの事件の後にその、まあ、とある国ではその学生でバスじゃなくてみんな自家用車で学校行くようになったっていうのをなんか聞いたことある、うんうん、バスはバスごと行かれるからって、これやだから多分こう、うん、でこれ、学生が消えてますよっていう報道がされて、うん、バスに乗ってた学生がいなくなるってどっかで事故を起こしてるとか、まあね、その多分山にボロボロで行ってるとか、そんなんじゃないかって、うん、これ捜査が進んだんですよ、うん、めちゃくちゃ捜査されまして、はい、どんどんまだこれ現在も捜査中なんですけど、はい、この時分かったことですね、うん、なんとこの学生ら市長の命令で警察に拘束された後犯罪組織に引き渡されて殺害された上に遺体は燃やされて川に遺棄されていたと発表があったんですよ。 どういうことなんでめちゃくちゃ気持ち悪いじゃないですか、うん、でなんでこれ分かったかというと、この失踪に関係してるんじゃないかと思われる男が逮捕されたんですよ、うん、で3人ぐらい逮捕されたんですけど、うん、その3人が同じように証言したって言うんですよ、うん、あの俺たちは引き渡されましたって。じゃあこれ何が関わってたか、これ場所ですよね、うん、これです、麻薬組織カルテルや、はい、メキシコといえば、メキシコといえば学生をそのやる意味がちょっと分かるんだよね。そうなんですよね、うん、なんで学生をじゃあこの麻薬組織をわざわざこういう風にしたのか、犯罪組織がっていうところなんですけど、うん、これがですね、まあ、警察に拘束されてたじゃないですか、うん、じゃあこの警察をも動かせる権力ってなんだっていうと、うん、これ首謀者がですねこの場所の市長だったんですよ、うん、市長が、市長とその妻もこの後逮捕されてるんですよ。えでこれかなり時系列まとめるとややこしいんで、まあ、今回ギュッとして、はいはい、持ってきたんですけど、じゃあ市長の命令でしたよということで逮捕されて事情を聞かれるわけですよ、はい、なんでその市長が学生のバスを襲撃させて燃やして川に捨てたんだと、うんうん、そしたらこの市長曰くですよ、あの私の妻が慈善団体をやってると、うん、でそのスピーチを妨害されると、その学生運動の人たちに、うんはい、それを知って警察に対して学生たちの襲撃を命じたって言うんですよ、はあ、この市長曰くですね、はい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 、で、襲撃した後の後始末をですね、麻薬犯罪組織に処理を依頼したと言うんですよ、はあはあ、ただこれもなんか腑に落ちないじゃないですか、うん、腑に落ちないしって言ったらもう市長を警察麻薬組織、うんうん、この3つが全部つながってるっていうこともこれ言っちゃってるんですよね、うんうんうん、腑にも落ちないし全部つながってますよっていうのは、やっぱメキシコの汚職率ってやっぱ世界でもトップクラスなんですよ、うん、そうですね実際ね、はい、ただそれが警察と犯罪組織だけではなく市長ともつながっていたのかと、うん、国とも国家ぐるみでやってたんじゃないかと思われてるんですよ、うん、でしかもこのスピーチのために妨害するのに全員殺す必要はあったのかと。いや全然ないっすよ、はい、そうスピーチの時だけ拘束しといて、スピーチ終わったら別に話してあげたいのに、そう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 、まあそれやったら拘束されてましたって言われるからか、タイヤを狙うとか何か何かやりようあったと思うんですよ、うん、だから今これも実際は嘘なんじゃないかと、何か隠したいことがあったんじゃないかって言って捜査がされてるんですけど、うん、はあ、はあははあ、これちょっと幻のバスっていうのが、まあ、ちょっと今ワードで上がってて、はい、っていうのもですね、この学生たちが乗ったバスに実際ヒントがあるんじゃないかと、うんうんうん、本当に消したかったのは学生たちじゃなくてそのバスの中に乗ってた何かなんじゃないかと言われてるんですよ、うん、でさあこの麻薬組織が関わってるということで、そのバスはそもそも麻薬を密輸するために使ってた、もしくはそのバスの中に麻薬が入ってたんじゃないかと、うん、でどうしようもなくなって学生たちだけを殺して、まあ、そのバスっていうのは回収したんじゃないかっていうふうに実際は言われてます。あ、そうか、バスも見つかってない。見つかってないです。はい。まあ、まあ、その可能性もあるじゃないな。だから全部燃やしたって言ってるんですけど、よく考えたら、まあ、40何人の遺体とバスと、その全部を痕跡なく消すって言ったら、絶対痕跡とか残るはずなんですけど、うん、まあ、なんか、全体的にふわっとしてるというか、証言も。うん、だから、本当は、このバスに何か秘密があるんじゃないかと。はい、そら、何十キロ、100キロ単位の麻薬が入っていたら、43人ですよね、命。向こうで言ったら、価値はちょっと麻薬の方が上かもな。うん、そうか、全然あり得る。命の価値低そうやしな。パンパンに乗ってたから強いな、バス、うん、もしかしたら、うん、そう、なんか床とかにズワーってめっちゃあるとか、うん、ありえますね。だからそれを、まあ、市長が協力してて、うん、警察もそれに協力してて、一緒に合同でやってたんじゃないかと。いや、じゃあ、やとしたらやで、やっぱあのバス
入れてるで、どうすんねん。そうそうそう、もう今すぐ、もう、やばいやばいやばい言うて。ああ、そっか。はい、そ自分らも計画的じゃなかった。じゃあ、そうそうそう、いや、その理由でもやばい。どっちもやばいわ、はい、でも。もしかして停車を求め、発砲したら学生一人に当たった。そこからまたことがこじれて、もう全員消してしまおうってなったとか。うん、はい。日本じゃ考えられないようなことなんですけど、まあ、メキシコではあり得る。まあ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 、はい。これがしかも、めちゃくちゃ最近ですからね、これ起きてるのが。いつですか？これ2014年です、発端は。始まりは2014年なんで。めっちゃ最近やん。で、今現状どこでストップしてるかっていうと、この事件が起きた時に、あ、なんかおかしいぞって追及しなかったとして、うん、元ですね、検事総長も逮捕されてるんですよ。じゃあもう逮捕されてるってことは、このだ事件自体はもう間違いなくマジだったってことなんですね。はい、そうです。でここをもうちょっと早く、なんで学生43人のバスが襲われる必要があったんだ、スピーチの妨害のために市長がそこまでするかと追及しなかったんだって倒されたんですけど、うん、でもよくよく考えると、うん、追及しなかったってよりは、うん、まあ、追及をあえてしなかったんじゃないかなと僕は思うんですよ、うん、だからできなかったっていう可能性ですよね、はい、ってなるともう検事までも全部犯罪組織と関わりがある、うん、ズブズブなんじゃないかっていう、だからやっぱメキシコとんでもないなと。そうですね、麻薬のお金がこう、うん、国に流れてる、うん、ね、だからそれでちょっと保ってるとこあるっていうもんな、うん、正直、うんうん、メキシコの YouTuber もあのカルテルに対してめちゃくちゃ煽る動画を上げた、数時間後に射殺されたという事件も実際あったんですよね、うん、なんかそれ覚えてますか、はい、かなり有名な、あ、殺されたんですよね、言っちゃってくださいよカルテルに、そんなことばっかしてるの。いや、それ怖すぎますよ。事物に怖いよ。メキシコのカルテルとポーランはいじらん方がいいと思う。ああ、そうやな。まあ、でもそれ考えたらそういうとこに行ってる丸山ゴンザレスさんやばいな。すごいですよ、すごいな。あ、ゴンザレスさんって、まあ、こうぽっちゃり体型じゃないですか、はい、でたまにそのお客さんとかがファンの人がかわいいとか言ってるんですけど、はい、腹ねバッキバキですからね、この人めっちゃ鍛えてるんですよ。でフィジカル鍛えて、なんか来たとしてもいけんぞっていう気合でいかんと無理ですって、そういう場所は、そういう場所ね。いや、恐ろしい事件ですね。つくづく日本でよかったなって思えちゃいますよ、ね、そうですね、はい。そんな最後の事件なんですけど、はい、最後これもうこれで実はもう最近というか全貌が解明されたみたいな、うん、お、それはなんですけど、これ有名です、エリサラム開始事件。お、これが、ロサンゼルスで起きた事件なんですけど、はい、起きたのが2013年1月末ですね、うん、中国系カナダ人のエリサラムという女性、うん、この女性がロサンゼルスのホテルに泊まるんですけど、うん、そのホテルから姿を消すんですよ、うん、ホテルの中には入ったんですけど、出た様子がないと。でもホテルの中からいなくなってるって言うんですよ、うん、で両親が帰ってこないって通報して事件を発覚するんですけど、あのそれと同じくですね、そのホテルでとあるトラブルがお客さんから寄せられるんですよ、うんうん、それがちょっとなんかホテルの水が出が悪いし汚いって言うんですよ、うんうん、なんかちょっと嫌な感じしますよ、ね、うんうん、でしますね、じゃあこのエリサラムさんどこで発見されたかというと、貯水タンクで見つかるんですよ、はい、ただ貯水タンク屋上にあったんですけど、その遺体には外傷が全くなかった、うん、ちょっと待って、この事件、まあ、僕知ってるんですけど、解明されてたんですか？そうなんですよ、めっちゃ気になる。外傷がなかったってか、外傷なしで不良の事故によるものだった、うん、と言われたんですけど、うん、この時ですね、とあるものが公開されたんですよ。動画でしょ。そうそれが何かというと、今回ね、これ動画流すとちょっとあの結構厳しいんですよ、向こう、うん、あの普通になんか昇級要請みたいな、僕来たんで動画モザイクでちょっと 2,3 秒使ったらダメでしたね、消してくださいって言って来たんで、はい、あ、今見れるんですか？動画じゃないですけど、写真ですね、これですね、あ、これ有名、はい、これね、これか、見たことありません、これ覚えてる覚えてる、これがエリサラムさん本人なんですけど、うん、その、まあ、ロビーからエレベーターに入っていく様子があるんですけど、うん、こんな感じでこう何かから逃げるような仕草であったりとか、うんうん、周りをしきりに気にする様子っていうのがエレベーターの中に撮って映ってたんですよ、うん、でこう出たり入ったりまた横を見たりという、うん、結構長い時間覚えてるわ、はい、やるんですよ、うん、で、まあ、この時ですね、まあ、あの事件の状況から不審な点たくさんありまして、うん、で、あのまずこれ見てください、うん、これ発見された貯水タンクではあるんですけど、はい、高さで言うとかなり高い、3メーター以上あるんですよ、でかいね、はい、これね、いけるって感じするのね、はい、で、もう蓋もかなり重いんじゃないかと、うん、さらに言うとこの屋上に上がるには、うん、あのまあ、鍵がかかってるところを通らないといけないんですよ、うん、でその鍵ももちろん従業員しか持ってないので、うん、じゃあどうやってこのそもそも屋上まで行ったんだ、うん、じゃあ屋上まで行ってどうやってこの上に上がって女性一人で蓋を開けて中に入っていったんだと、うん、それが事故っていうのはおかしくないかということで、これも都市伝説界の中でもかなり話題になった事件なんですよ、うん、有名有名、うん、
さらにちょっと不気味なことに、はい、この泊まったホテルにもちょっと曰くがあったんですよ。うん、このホテル現地の方から別名こう呼ばれてたんですよ。です、死のホテル、ホテルです。これなぜかというと、このセシルホテルという場所なんですよ、はいはい、この場所というのがもう自殺、連続殺人犯が実際に泊まっていた、もうロサンゼルス内では、まあ、恐ろしいホテルとして若干噂になってたんです。ちょっと治安の悪いホテルやな。そうなんですよ、あのホテルってこういうことばっかあるからあんま泊まんない方がいいよねみたいな、うん、まあ、さらに年代60年代頃ですね、飛び降り自殺とかも続出しまして、うん、まあ、未解決のまだ殺人事件も起きたりしてるんですよ、うん、だから、まあ、あのこのホテルの中っていうのは薬物とか、うん、何か犯罪組織のな犯罪の温床とちょっとなってたんじゃないかと言われてるんですよ、はあはあ、だからそこで何かトラブルがあったんじゃないかと、うん、はい、言われたんですけども、うん、これさっき解決したって言いましたよね。そう、でもやっぱりこれを追求する人たちがたくさんいて、はあ、でまあ、事件自体は未解決事件というよりは、うん、まあ、事故として処理されたんですよ。でもおかしいという声がわーっとたくさん上がって、うん、そこからもういろんなドキュメンタリー制作をしている方たちが、はい、この事件について追及したんですよ、うん、実際これ何が行われてたのかっていうの、うん、そしたら結構ねいろんなことが分かったんですよね、でまずエレベーターに関しては、はい、あれよく映像を見返してみるとですけど、うん、これですね、うん、これずっと閉まるボタンを押してるんですけど全然閉まらない様子が映ってるんですよ、うんうんうん、よくよくこの解像度を上げてこのホテルまで行ってる方が、うん、ホテルのボタンを見るとですね、はい、押してたボタンがホールド、これずっと開くボタンを押しちゃってたんですよ。あ、はい、はは、開くボタンを押しててなかなか扉が閉まらない、うん、なんで閉まらないんだろうと思って一度外に出てる、なんかおかしいのかなと思って中に入ってる、うん、ただそれだけのことなんじゃないかと、このエレベーターに関してはですね。あ、なるほど、はい、ほんまに出たり入ったりしてなんかこう、はい、みたいなずっとやってるもんね。だから日本でいうところ延長ボタンや。そうですそうです、うん、延長ボタン自分で押しては、あれなんか、なんで閉まんないんだ、壊れてるのかなとか、はい、でなんならむしろちょっとこのホテルのこと知ってた可能性もありますしね、はい、でさらにじゃあ屋上の謎なんですけど、うん、この屋上に関してはなんと避難経路があったんですよ。これあの非常階段みたいなとこですよね、はい、そこの扉鍵閉まってなかったんですよ。おお、はい、さらには、まあ、セキュリティも結構緩くて、うん、そこを通っても別に通報される仕組みとかもなくて、うん、まあ、おそらくそこの避難経路を使えば屋上には上がれるってことも判明したんですよ、うん、さらに極めつけというか、うん、このエリサ・ラムさんという方がですね、うん、まあ、双極性障害を患っていたと、うん、はい、言うんですよ、うん、で、検視の結果ですね、うん、もう体から過剰な薬物の検出があったんですよね、はい、だから薬、その処方された薬を、うん、多く過剰に摂取してた、うん、その状況で、ちょっと混乱した状態で、うん、この屋上まで行ってしまって落ちたんじゃないかと、うん、はい、だからまあどちらかというとよくよく見ていくと都市伝説オカルト何かで追われてたとかやっぱいっぱいあるんですけど、まあ状況から考えるとまあ不慮の事故だろうと、はい、っていうふうに言われてます。あのそれ聞いたらなんか納得できますね。うん、だ錯乱状態になっちゃって、錯乱状態になってて、はあはあはあ、だからただやっぱちょっと一つだけ唯一分かってないのは、じゃあなぜこの場所を選んだんだっていうことに関してはちょっと僕も、うん、うんと思いますね、うん、まあ、こっちはあと僕もこの蓋そんなすぐ開けれるんかな、あ、まあ開けれるんかな、全然検証した人曰く全然いけるそうです。あ、いけんねや、はい、はい、そっか、じゃあこう写真写ってないけどどっかに登るようななんかあるんかも、確かに裏とかであるんですか ね、あるかもしれないですね、簡単に多分、まあ業者の方登るってなったら、ここからよくね、うん、横にはしごなんかはしごね、はい、してますから、じゃああるんか、うん、おそらく、まあ、どうこう検証すればするほど不慮の事故だったんじゃないかというふうに結論付けられたっていう事件なんですね。あ、なるほどね。ただやっぱちょっとね不気味だよねと思う一面もありますよね。そう、あの動画が特にね、あ、そうね、エレベーターの動画がちょっとだいぶ変やったから、ね、これね確か捜査当局から公開されてるんですよ確か、うん、僕がなんかこれダメですよって消してくださいねって言われたところが、うん、そのニュースの報道機関っぽいんですよね、うん、はい、あ、そのアジア系の、うん、そこから公開されてるんで、うん、あの YouTube にも載ってると思うんで、うん、あのちょっと気になる方は調べてみていただきたいですね、うん、へえ、はい、いやありがとうございます、はい、めちゃくちゃ気持ちいいわ、すっきり最後ねすっきりしたわまあでも結局その未解決事件とかも、まあ、掘っていったらこういう感じっていう可能性はありますよね、さっきの失踪事件とかもね、はい、そうね、そういうことみたいな、うん、結構多いと思いますね、結構シンプルやったりするんだろうな、多いと思います、うん、めっちゃ、ただやっぱそのやっぱ国によっては、うん、さっき言ったこのメキシコ、そうですね、中国ですね、うん、に関しては本当に国家ぐるみであの犯罪が行われたりとか過去にもあったんで、うん、これは確かになんかちょっと奇妙やな、いやこれはな、もう多分無理ちゃう、そのほんまに真相分かるっていうのは、うん、なんかそんな気するわ。
やっぱ多いんで、今も SNS もね、ツイッターとかダメですし、情報統制すごいので、まあ、未解決事件にしておいた方がいいんじゃないかと思ってる国もやっぱあるとは思いますね。はい、そういう都市伝説っぽくしておいた方がいいんじゃないかみたいな。さっきあの僕のチャンネルでお話していただいた人体の不思議店も、ああ、はい、この中国に工場がありますし、うん、怖いんですよね。そんなもの国が知らなかったって僕絶対ありえないと思うんですよ、うん、はい、今もビッグモーターでさえ不正がバレたじゃないですか。まあそうですね人体を引き取ってあんな人体固めでバラバラにして展示してるような組織のことを国が知りませんでしたねっていうのはちょっと無理があると、うん、まあ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 、思いますね。おもろいですね、未解決って。面白い、こう想像かき立てられるというか、考察が思うんですよね。そうやな、まあ、でもこれ掘りすぎたらやばいかもしれないで、うんうん、これはね、もう、うん、もう来るぞ黒服が。ほんで船に乗せられてな、じゃんけんさせられね。じゃんけん、まあ、じゃんけん、もし、うん、それじゃんけんで負けたら、うん、地下行きって言われるわ。怪獣、うん、ずっと働かれ、ね、りますよ、その映画。ずっと YouTube の編集させられね。地下で、地下でずっと結構ハイテクなんや、なんかやっぱ有意義に使おうみたいな。変わってるね、時代に。地下で地獄です。いや、ありがとうございました、本当に。僕が今回3つの事件持ってこられ素晴らしい、本当にありがとうございました。お腹いっぱいやし、タックーさん生の声で聞けるのいいね。またやっぱ説明完璧で分かりやすい、説明分かりやすいわ、ありがとうございます。じゃあ、 あのタックーさんの方でもですね、はい、我々ちょっと出演させていただいておりますので、はい、そちらもぜひご覧ください、はい。タクさん、なんかあの、まあ、告知というか何かあればお知らせなど。現在来年の3月、うんうん、T1 グランプリという日本一怖い話を決めようという大会なんですけど、うんうん、こちらが始まりまして、現在予選をやっておりまして、はい、でそこからまた YouTube の方でも動画上がっていくと思いますので、はい、ぜひ気になる方はですね、見てください。え、予選の応募はいつまでなんですか。15日なんで、もしかしたらもう終了しちゃってる可能性も10月の15日ね、はい、ありえるんですけど、ただ予選の投票に関しては、あの視聴者の方も全員参加できるような形になってますので、はいはい、ぜひそちらも見てください。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。どうも、わかるところ、田中俊樹です。どうも、またがそば職人抜けた花尾です。不思議大劇場、ここで始まりますね。ねえ、ゲイゲイゲイ、ここで始まりますから。あ、はい、はい、皆さんにここに来ていただいて皆さんにここに来ていただいて、はい、不思議大百科とはちょっと違った、お一面が見れるかもしれない。より濃い不思議大百科が見れるんじゃない。あ、そうかも、ピークの不思議大百科が見れるかも。そうですね、はい、あの限定のオリジナル商品と、あとはスペシャルゲストとかも、はい、もう考えてますよ。フジテレビ本社の1階での劇場こちらでさせていただきますので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。支配人の田中俊樹と副支配人の下田花尾でした。よろしくお願いします。お願いします。